ロバートリーゼ・エメキスは、アメリカの映画監督、脚本家。1985年、バック・トゥ・ザ・フューチャーのヒットで監督として、名を挙げ、1994年の、ホレスト・ガンプ、一語一会では、アカデミー作品賞、監督賞を受賞した。2000年公開の、キャスト・アウェイ以降、実写作品からは遠ざかり、3D、CG アニメーション映画に力を注いできたが、 フライトで13年ぶりに実写作品に復帰した。イリノイ州シカゴ出身。高校時代から8ミリメートルで映画を撮り始める。イリノイ大学から南カリフォルニア大学に編入し、1973年に卒業した。学生時代に監督したフィールドオブオーナーがスチューデントアカデミー賞を受賞。大学の先輩、ジョン・ミリアスの紹介で、 スティーブン・スピルバーグ監督の1941の脚本を大学の同級生ボブ・ゲールと共に執筆。ゲールとはバック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズまでのゼメキスの作品のほとんどでコンビを組んでいる。1978年には抱きしめたいで監督デビュー。1985年バック・トゥ・ザ・フューチャーのヒットで一躍メジャー監督とみなされる。 1994年のホレスト・ガンプ一期一会はアカデミー賞で作品賞、監督賞を受賞した。1984年のロマンシング・ストーン・秘宝の谷以降、監督するすべての劇場公開作品の音楽をアラン・シルベストリーが担当している。何気ないシーンに CG や VFX を駆使することの多い監督であり、 バック・トゥザフューチャーパートに2での未来のマーティー一家のシーンやホレストガンプ一期一会でのジョン F ケネディやジョンレノンだとの共演シーン等観客がそれと気づかないようなシーンで視覚効果を施している。一方で映画は劇場で公開されたものが完全なもので過去の作品を最新の VFX で修正したりシーンを追加する修正を施すことは全く理解。 できないとしており、自身の作品は公開後、一切手を加えていない。また、ロジャーラビットのように、トゥーンキャラと現実の登場人物の両方が違和感なく存在する、世界観を構築するなど、常に自作に最新の映像テクニックを組み入れようとする姿勢で、VFX ファンの高い支持を得ている。近年では三 d c g の可能性を追求しており、ポーラーエクスプレスや、 ベオウルフ、呪われし、勇者といった金作にその傾向が見られる。ありがとうございます。